ブラックプリンスは、イギリス海軍の軽巡洋艦、ベローナ級、ハーランドウルフ社で建造。1939年12月1日寄港。1942年8月27日浸水。1943年11月20日春航。収益後、イギリス海峡で活動。1944年4月26日、ブラックプリンス特区間アシャンティ。 アサバス艦、ハイダ、ヒューロンは、ドイツの水雷艇、T24、T27、T29 と交戦し、T29 を撃沈した。ブラックプリンスには、被害はなかった。また、1944年2月にはソ連に向かう、JW57 戦団を、3月にはソ連から戻る、RA57 戦団を護衛した。ノルマンディ上陸作戦。 南フランスへの上陸作戦に参加した後、ブラックプリンスは英外海へ移った。1944年11月にはインド洋へ移り、日本軍の占領地域への攻撃作戦に参加した。戦争末期には沖縄戦や日本本土に対する攻撃作戦にも参加した。1946年、ニュージーランドに対応される。1961年にイギリスに返還され、 1962年にスクラップとして売却。日本で解体された。ありがとうございます。